보지로. 管理官, 孫は潜入捜査官の命と引き換えに。サイは偽札工場のありかを知るキーパーソンだ。失うわけにいかない。だからといって匠を犠牲にはできません。絶対にできません。明後日の0時までに必ず才の居場所を突き止めます。 やばいっすよ。俺がリュウゴさんに東京湾に沈められるかも。例の逃げた韓国人捕まえたの、リュウゴさんの嫌ってるキム・ヨンジェの手下かもしれないんです。どうしてヨンジェの手下だと。今日急にまたヨンジェの島が増えたらしいんすよ。ああ、もうよりによってヨンジェなんて。場所は？え、その島の場所だよ。 잘해봐 언니. 어? 두 번째 데이트가 중요한 거야. 없는 내 숨을 다 떨어서라도 예쁘게 보여야 돼. 알았지? 아, 데이트 아니라니까. 아키하바라에 같이 가준 게 고마워서 백수한테 밥 한 끼 사는 거다. 알았어 알았어. 아무튼 언니, 어? 할 수 있는 만큼 잘해줘. 알았지? 존스! 아, 오랜만이야. 잘 있었어. 약속 守れない かもしれない. 俺に盗聴器を仕掛けるとは、孤尺な真似するじゃないか。先に隠し事をしたのはそっちだ。孫との引きのこと俺には一言もなかった。知ってるんだったら話は早いな。サイの居場所は分かったのか。答えろ匠。分かってると言ったら、あとはこっちに任せるんだ。そっちに任せたら警察のモグラに筒抜けだ。 一人で行きます。許可できん。あんたの許可はいらない。もうこれ以上一人の犠牲者も出したくないんです。サイはもう殺されてるかもしれん。それに相手は先行だ。どんな罠があるか。俺は刑事だ。覚悟ぐらいできてる。 汚い店に忘れてたんだ。ありがとう。あ、ショウさんを探しています。仕事どこか知りませんか？知ってるわよ。
もちろん 翔の仕事 伊崎さん、靴紐から指紋が出ました。 浅野太郎、傷害の前があります。 浅野? あの野郎。ああ、伊崎だ。悪いが、また携帯の追尾を頼む。 이제 두더지 얼굴을 확인할 수 있겠군. 살려줘!